ナちゃんとコトヌハラカネと行くオーストリア逃亡記第19回始まるよ。1756年9月1日、ビジャヤナガルに宣戦布告や。ビジャヤナガル君は割と孤立してること多いよね。ビジャヤナガルと銃を黒び活場で講和や。お金も余っとるからいらんかな。皇帝の都合でインドまで遠征とか、まあやれやれやで。そんなこと言いながら帰ってそうな諸侯やな。1760年9月2日、大オルダに宣戦布告や。ヨルダと22プロビ活場で講和や。全土併合すると過剰拡大 100% 超えちゃうからな。1762年11月1日フロリダに宣戦布告や。色的にカスティーリャから独立したんかな。1763年1月14日イロコイにも宣戦布告や。1763年2月20日ヒューロンにも宣戦布告するで。もう一つうまくにメスカレロにも宣戦布告や。まだまだ続くで。1763年5月18日ロシアに帝国の拡大を自由に宣戦布告や。ウラル山脈でぶった切ってからシベリアがアジア植民地扱いになって帝国の拡大の対象になったんかな。ロシアの話してる間にグレートブリテン統合終わったな。国境が少し綺麗になったな。ロシアと帝国の拡大で講和や。フロリダと11プロビ割譲と1151デカット支払いで講和や。メスカレロを全土併合。ヒューロンを全土併合。イロコイを全土併合。革命の打破は一条件満たすんやろ。革命が進行して革命の阻止の宣戦自由も得ないから進んでるのかさっぱりわからんで。ヨーゼフ2世の啓蒙改革。ヨーゼフ2世は神聖ローマ皇帝でありボヘミアとハンガリーの王でもあった。1765年に父親が死去するとヨーゼフは皇帝として行動し、母親と共に政治を行ったが、実際の影響力はほとんどなかった。この事実に憤慨し、彼は1780年に母親が死亡するまで旅行に熱中していた。その後、彼は主に啓蒙主義に由来するものではなく、むしろ彼自身の哲学と原則に基づいて改革を始めた。これらの改革は出自よりむしろ功績と忠誠に基づく進化の創設だけでなく世襲と聖職者の特権の廃止からなっていた。啓蒙の改革、統治力、外交力、軍事力それぞれ100獲得、政府改革進捗 15.00 獲得、革新性 3.00 獲得。1767年6月14日マムルークに宣戦布告や。
ーメン打球プロビ突造とマムルークとの同盟破棄215で買った支払いで講和や。マムルークとジュープロビ割譲とマラッカとの同盟破棄1360ダカット支払いで講和や。1772年1月13日フーロに宣戦布告や。1772年3月24日白楊朝に宣戦布告や。フーロを全土併合。白楊朝と十プロビ割譲と三プロビの中核修法期390ダカット支払いで講和や。1775年10月28日オマーンに宣戦布告や。1775年12月5日フロリダにも宣戦布告や。オマーンを全土併合。1776年4月16日ティムールに宣戦布告や。軍隊がヨーロッパの通りに群がっている。この自然秩序の崩壊を見過ごすことなどできないので、この革命のまさに中心地へと進撃し、断固な木までに破壊せねばならない。ミッション革命の打破完了や。ご褒美に20年間の国家フロンドマイナス 1.0 と年間絶対主義プラス 1.0 もろたで。ハプスブルクよ栄光あれ。ヨーロッパの覇権は我が宿命である。我々はそれを領の手で握らなければならず、必ず我が優位性を認めない者など存在しないようにせねばならない。ミッション本ハプスブルクよ栄光あれ完了や。ご褒美に戦力投射 50.00 とゲーム終了まで統治効率プラス 5.0% もろたで。ミッション全終了や。そして実績アウストリエストインペラヨーニユニバーゾ解除や。実績解除のスクショどっか行ってもうた。フロリダ途中プロビ活動で講和や。ティムール首都ヘラート陥落や。ティムールと11プロビ割譲で講和や。目標達成したし疎開するぜ。帝国の再興。帝国内の細分化された国家を一つの帝国に再統合する。神聖ローマ帝国が団結し一つの国家へ。ローマ帝国の復興。西暦1778年最も穏やかなアウグストゥスジョセフ・フォン・ハプスブルクはローマ人の皇帝として神によって戴冠され、再び神聖ローマ帝国の身分制議会を招集した。帝国議会は帝国の異なる国家を一つの国民国家に統合し、その世襲の支配者として再び王位につける動きに合意した。王位を請求する。後から帝国の拡大で属国になってなかった国もちゃんと編入されとるな。我がカイザーって我が皇帝と同じやろ。あれ、神聖ローマ帝国って独自ミッションツリーあるんか。せっか
かくやからこれもやろか。長くなりそうやから今回はここまでやな。次回にまた見てね。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。動画を楽しんでいただければうちらも嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は真ん中のアイコンから登録可能です。よろしくね。それじゃあ次回もついなちゃんのトゥルルンのオーストリア工房機で See you next おにやらい。